宝引きの達穂社長は、あわさかつまお作の時代小説シリーズ。あわさかにとってこれが初の時代小説である。作品の特徴として、すべての作品が一人称であり、デスマス町で語られている点が挙げられる。また、古文の松吉と山地を含めた語り手は一話ごとに、すべて異なっており、主人公の達自身が語り手になっている作品も何点か見受けられる。なお、 本作では、保社長と表記されているが、これは、三田村遠魚の説を取ったことによる。幕末の江戸、神田は千両長屋で暮らす、岡っ引きの達は、御用の傍ら宝引き作りをしていることから、宝引きの達と呼ばれている。その達の怪盗ランマの活躍ぶりを、事件の関係者の視点から一人称で描く。書籍化されているシリーズの作品は2008年8月現在か昨 通りである。ほとんど短編であり、ハードカバーで出版された後、文庫が文春文庫から出版された。NHK 金曜時代劇で1995年3月31日から8月18日まで放送された。なお、上記の特殊な一人称構成は再現されておらず、また内容的にもオリジナルな脚色が多い。夢人よ歌、森茂一。 ありがとうございます。